国道188号からの分岐山口県岩国市岩国空港入り口交差点国道189号山口県岩国市車町国道189号は山口県岩国市の岩国空港から国道2号に至る一般国道である山口県岩国市にある岩国飛行場の正門前から北上して道島リーフ町の国道2号交点とを結ぶ 延長約2 9キロメートルの一般国道の路線で、いわゆる港国道の一つに数えられる。起点となる岩国空港は、事実上、アメリカ軍の管理下に置かれており、全国で唯一の在日米軍基地を起点とする国道である。かつて、本国道指定当時から広島空港が開設されるまでの間、岩国空港は、 民間機が発着する民間の国際空港であり、昭和28年建設省国時代878号で指定された道路法第6条第1項第3号に規定される建設大臣が指定する総延長 2.9km のうち 2.5km が国道188号との徴用区間であるため、単独区間の時延長は、 起点から国道188号交点までの360メートルであり、自延長としては国道174号に次ぐ日本で2番目に短い国道とされる。なお、岩国飛行場の民間空港エリアへのアクセスは2012年3月30日に認定された山口県道110号岩国近代共空港線が担うため、国道189号は アクセス経路として案内されない一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り岩国飛行場に通じる道路は旧大日本帝国海軍基地から在日米軍基地さらに軍民共用空港へ通じる道として様々な変展を経てきたこの道路が最初に国道指定されたのは1953年のことで二級国道の路線の一つ 二級国道189号岩国空港線として指定されていた。この当時の岩国飛行場は羽田空港と並び日本国内でただ二つしかなかった西日本を代表する国際空港で飛行場自体は米軍に接収されていたが民間機も発着していた。岩国飛行場における米軍の主導権は年々強まってゆき、ついに1964年をもって民間機の 発着は行わなくなり、飛行場への一般民間人の自由な立ち入りはできなくなった。かつて国道189号起点所在地は、この一般民間人が立ち入ることができない、米軍岩国基地の敷地内にあり、正門奥にある国旗が形容される形容台の位置にあったというのが通説であった。道路維持管理上の課題が積み残された状況が、長年続いてきていたが、2010年になって、 山口県から道路区域変更の告示が出され、国道百八十九号の岩国基地の正門前に改められた。これによって、国道百八十九号の立ち入り禁止区域は消滅し、全線にわたって一般人が通行できる国道になった。二千十二年には岩国飛行場に四十八年ぶりに民間機の発着ができるようになり、岩国近代共空港ターミナルは、 岩国飛行場の北端に作られたが、国道189号の道路区域変更がなされることはなく、在来通り在日米軍岩国基地に通じる道路のままであるところから、空港を利用する一般民間人にとっては、港国道としての利用価値がなく役立っていない。岩国空港入り口交差点から終点、国道2号交点までは、国道188号と重複しており、 この重複区間には国道189号を示す案内標識類は一切ない。国道189号を含む、いわゆる港国道では旧1 9 19国道と結ばれなければならないという規定があるため、その辻褄合わせのための重複区間であると見られている。ありがとうございます。